金沢のトム・クルーズ復帰戦。ホークジムから株式会社トムロ代表取締役高見49歳、前回大会まさかの敗北を受け、ストイックなトレーニングを敢行。最強の49歳、進化を果たし再び戦場へ。アイディールジムから格闘家社長宮内俊秀44歳、2021年キックをはじめ、昨年ライズノバで初勝利。パンチもキックも破壊力抜群。あんま僕タラで終わらないタイプなんで、まあ、リングの中では年齢忘れて、こうなんか動物的にね、なんかバチバチにやり合えたらいいな、まあ、そんなふうに思います。剛腕同士のドッグファイト開戦。高見 VS 宮内俊秀。それではただいまより第12試合、63キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー169センチ、 62.85キログラム、 アイディールジム所属、44歳、格闘家社長宮内俊秀。赤コーナー172センチ、 62.15キログラム、 ホークジム所属、49歳、株式会社トムロ代表取締役高見。レフェリー北尻。さあ、ライズボア第12試合、解説はあかり選手に来ていただいております。あかり選手、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで第12試合ですけども、はい、株式会社トムロ代表取締役の、高見選手、うん、そして格闘家社長の宮内俊秀選手、うん、この対決もちょっと楽しみですね。楽しみですね、うん、しかもこの高見選手は前回も、出場しまして、美濃部選手に敗れたんですけども、なんとしても初勝利を欲しいところでしょう。宮内選手がミドルから放っていく。さあ、あかり選手、この試合の見どころはどういうところでしょうか。そうですね、うん、高見選手が、うん、あの松本天使選手と同じジムなので、うん、そうですよね、ホークジムですよね、はい、どんな技術見せてくれるのかすごい楽しみですね。え、松本天使選手やっぱ応援してますか。今度のトーナメント楽しみです、すごい楽しみです、はい。あ、ナイス、ミルク入った、スリップですね、スリップですね。いや、ただ宮内選手もこのねミドルキック最初から放ってますよ ね、うん、いいですね、すごくいいと思います。ちょっとまだ距離が遠いんで、うん、ジャブしっかり使って、はい、ジャブ当たってからミドルキック方が当たる回数は多くなるかなと思います。なるほど、はい、あ、おー、この右ストレート、ダウンだ。さあ、高見選手ダウン取りました。いや、でもなんか高見選手もパンチの高見みたいな感じですよね、うん、そうですね、結構パンチ中心なんで、このまま勢いに乗って。一方のこの宮内選手はこのミドルを当てるためにジャブを当てたい、うん、そうですね、ちょっと蹴りっていこうかな。やっぱりこの高見選手堂々としてますね。そうですね、うん、このまま多分勢いでいっちゃった方が、ちょっと 大振りなんで、はい、もうちょっとコンパクトに打てると多分もっと当てると思います。なるほど、はい、おー、第1ラウンド終了だ。いや、でもこれね、宮内選手はここで立て直したいですよね。そうですね、2ラウンドに向けて、はい、一方高見選手はもうこのままでいいですか。このままでいい、勢いはめちゃくちゃいいと思うんで、もう少しコンパクトに打つのと、はい、もうちょい蹴りも混ぜられたらもっと多分パンチが当たると思います。なるほど、はい、いや、勉強になりますね、あかり選手ね。そう、いやいや、前回のね、あのライズの YouTube 企画の時もトーク若いのに素晴らしいですし、ありがとうございます、うん、すいません、今日チョコ準備してないんですけど。あ、いやいや、大丈夫です。解説素晴らしいです、うん、いや、この前ね、チョコいただきましたからね、ありがとうございます。いや、でもね、この第2ラウンド、うん、本当に注目ですね。そうですね、うん、
ど、高見選手49歳なんですね。いや全然見えない全然見えない全然見えない、お若いですね。宮内選手も44歳、ライズボアの若手と中堅選手の戦い。ああ右ストレート入ったぞ。いいですね、この勢いのまま行った方がいいですね。これやっぱり嫌ですよね。嫌ですね。ちょっと後ろに下がっちゃうんで、はい、ここをしっかり止まって打ち合うか、はい、距離離すかどっちかがいいと思います、ね、なるほど。印象的にもやっぱり良くないってことですか。そうですね、うん、ちょっと今後ろ重心で蹴ったりしてるんで、はい、もうちょっと前重心で蹴った方が、はい、こういう風に打たれた時に後ろに下がっちゃうんで、はい、なるほど。逆にこの高見選手が大振りの時に左フックとか出ると当たりますね。おお、あ止まらないですね。あーとダウン、スタンディングダウンです。いやでもね、これは高見選手の勢いに今飲まれてる感じしますよね。そうですね。宮内選手もでも序盤 のミドルキック良かったですからね。良かったですね。ラスト30秒で何をしてくれる、もう行くしかないですね。これでもう2回目ダウンですからね、はい、1ラウンド2ラウンドで高見選手は多分見ないで行った方がいいですね。なるほど。ただ宮内選手の目も死んでないですよね、うん、しっかりミドル蹴れてるんで、うん、もう一回避けられた後にもう一回行くとかすると当たると思います、はい、うん、高見選手の右フック、宮内選手の前蹴り、おここで試合終了です。いやー今回は高見選手ちょっと見せましたね。松本天選手とも彷彿するような、やっぱり同じジムでね圧倒的でしたね。圧倒的でしたね、はい、一方の宮内選手もね最後までよく、ね、うんうん、2回ダウンしましたけど立ちましたよ ね。ミドルすごく良かったと思うんで、はい、ミドルの前もうちょっと欲しかったなって。なるほど、赤井選手が言ってたね、ジャブを当ててから、ね、当てれる距離からのミドルと、はい、ちょっとミドルが見切られてたんで、はい、もうちょいインローとか距離の問題ですか。そうですね、やっぱ。さあ判定はどうだ。20対16、赤高見、一人目高見選手、ジャッジ大沢、20対16、赤高見、二人目も高見選手、ジャッジ佐藤、20対16、赤高見、3人目も高見選手です。以上3対0の判定を持ちまして3対0勝者、高見選手圧勝ですね。圧勝でしたね。いやでも高見選手ね、サングラスかけてましたけど、はい、なんか笑顔も素敵な方ですね。素敵ですね優しそう、優しい方ですね、うん、いやでもこれ、ね、宮内選手も肉体的にはめちゃめちゃムキムキですからね。すごいですね。次回以降もねぜひ見たいですよね、うん。さあ一方の高見選手はこのライズボアで勝利をつかみました、うんうん、いやもうこれもう初勝利って嬉しいんですか。やっぱいや嬉しいと思います。あかり選手も初勝利覚えてます。デビュー戦、はい、デビュー戦めっちゃ覚えてます。本当にギリギリの勝負で勝ったって感じだから、はい、すごい嬉しかったの覚えてますね。さあマイク勝ったぞ気持ちが伝わります。いやよかった。何をとしたかな。私、小学校3年生から40歳までずっと野球をしておりました。でキックボクシング1年半前でちょうどこの大会とかぶって第1回第2回第3回と、出させていただいて本当にいい経験させていただきました。で今年から、働き方改革ではないんですけども、会社で野球部を作りまして、そこで国体を目指しますんで、この大会でキックボクシングは引退しようと思っておったんですけども、1週間ほど前練習していると、2戦目で負けた教訓があったんですけど、キックボクシングの奥深さ、面白さで日々成長していく、自分がここでやめるのがちょっともったいないなっていうふうに感じまして、大谷翔平ではないんですけども、
野球とキックボクシングの二刀流で、野球は国体、キックボクシングはボアのベルトを獲得できるように頑張っていこうと思います。あとすいません長くなって、金沢のホークジム、なんですけども、先週田中裕樹選手がシュートボクシングのランキング2位の選手を破って、で来週松本天使選手が、ライズのニューウォリアーズにのトーナメントに出場します。で来月には、今日セコンドについてもらった澤谷大輝選手がホーストカップでトーナメント戦に出場します。今年来年金沢のホークジムがキックボクシング界を席巻します。で、いずれ、近いうちに誰かしらがチャンピオンベルトをかけたタイトルマッチに挑むと思うんですけども、その同じ舞台でなんとか、私がライズボアのベルトをかけて、試合をしたいので、大輝さんの力でその設定をよろしくお願いしたいと思います。40歳以上のこの中年ファイターが元気になればなるほど日本はもっと明るくなると思いますし、その願いを込めて、最後にライズボア最高と締めますんで、皆さんはおーおーと宣言というか拳で、掛け声をかけてもらえますか。よろしくお願いします。ライズボア最高おーありがとうございました。ありがとうございます。ガリさん、はい、やっぱり高見さんエンターテイナーですね。いいですね最後まで盛り上げてくれました、うん、で野球と、はい、ライズボアのベルトを取るという、はい、二刀流やると言ってるんですけど、うん、会社もやってますからね、はい、そう三刀流ですね三刀流ですよ、ね、三刀流ですね、はい、ということで今後のホークジムそして高見選手もね、うん、注目していきたいと思います。いや今度ね松本天使選手もね、はい、ニューウォーリアートーナメントありますからね、はい、まあ、いい形で繋いでもらってるんで、ね、はい、楽しみですね。この試合第12試合は高見選手が勝利いたしました。